岩章寺とは、大阪府団田林市伏見堂にある寺院。三号は、清志新山。本尊は、目白不動。新言集計の新宗教である八州見学神、おさむ教の大本山であり、信者たちの手作りによる寺院として知られている。八州見学とは、特定の修士宗派に変しない教えで、釈迦如来の教えを八州の教義を元として研修する、ことを意味する。 八州とは、我が国古代仏教諸州のなんと六州と天台州、新言州の八州のことを指す。昭和16年、教祖上神と姉年信により開教。昭和27年に初大岩章山和へと、上信王法ににより解散。昭和29年、宗教法人として認証される。本尊は、樹齢800年ものの楠の木から一頭掘りで掘り上げられたものである。 境内は、梅の名所としても知られている。2011年11月に五重塔が完成した。東日本大震災から一年も経過していなかったため、落景法要を自粛し、2012年5月に取り行われた。この五重塔は、木造では、大阪府唯一となる。秘宝大名神は、本堂などと比べ高いところにあり、近くの展望台からは、富んだ林市内や、 周辺の河内長野市北部、大阪狭山市などを眺めることができる。晴れていて視界が良ければ、大阪都心部や堺仙北臨海工業地帯、大阪湾も眺めることができる。展望台から見た眺望大阪唯一の木造50棟、とん林ばの岩礁寺に完成から、日本経済新聞2012年5月2日。ありがとうございます。